こんにちは、日経の島田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のキーワードはリスキリングです。2022年の働き方のトピックで注目キーワードの一つにも上がりますが、そもそもリスキリングとは何か詳しく見てみましょう。企業にとって今後必要となる仕事上のスキルや技術を再教育で社員に身につけてもらうことをリスキリング、学び直しと言います。企業がリスキリングに注目する理由は、 DX を進めるために多くのデジタル人材が必要となるためです。現状の業務に詳しい社員を再教育できれば、その成果を効率的に業務に活かせる点がメリットなんですね。実際にリスキリングを実施する企業はどんな取り組みをしているのでしょうか。日本経済新聞社が国内主要企業に実施する社長100人アンケートでは、デジタル、プログラミングが 75.5% とトップにあります。次いで語学、統計データ解析、マーケティング、経営などに注目が集まっているんですね。全社員をデジタル人材へ転換することを目指す企業も出てきています。ヤフーでは2023年度までに全社員のおよそ8000人を再教育し、AI、人工知能を業務で活用できるようにします。学習環境を整備するほか、AI の導入効果が高い案件を手掛けた個人、チームに最大100万円を支給し、社員の学ぶ意欲を高めようとしているんですね。一方、リスキリングへの姿勢を日本と海外で比べると、日本の動きが鈍い傾向にあります。例えば日本とアメリカを比べる調査を見ると、学び直しを実施するアメリカの企業は 82.1% でしたが、日本企業を見ると33% にとどまっています。日本型雇用では年齢が上がるにつれて経験やスキルも高まるという想定で社員を処遇してきました。職務内容が明確なジョブ型雇用に比べ、学びへのモチベーションが高まりにくいんですね。日経電子版の一言解説機能シンクには、IT 人材が豊富なアメリカでさえこれだけの危機感を持って動いているのに、 DX 人材が不足し、博士号保有者も少ない日本で動きが鈍い、ヤフーに続く企業が増えてほしいと思いますとの投稿がありました。また働く人の姿勢について、将来キャリアは自ら責任を持ち、必要なスキルも自ら学ぶ姿勢が働く側には大切です。会社に都合よく使われるよりも、いつでも会社と縁を切れる能力を身につけたいですねとの投稿もありました。ここまでリスキリングについて見てきました。私自身も来年は自ら学ぶ姿勢を持って積極的にスキルを身につけていこうと思います。まずは苦手な英語を克服して海外のニュースを読めるようになっていきたいと思います。皆さんもこの年末年始を機にリスキリングについて考えてみてはいかがでしょうか。今週もご視聴いただきありがとうございました。皆さんの興味のあるキーワードもぜひコメント欄にお寄せください。日経電子版では初割キャンペーンを実施中です。この機会にぜひご購読ください。